どうもよろししくお願いしますす高倉和也ですガメラ怪獣の好きなところを語る動画ガメラ怪獣ここが好き今回はバイラスのお話ということで、まあ、最近はですねアニメ「ガメラリバース」にも登場したこの怪獣の主に昭和ガメラシリーズでの活躍を振り返っていきたいと思います。 この動画ではバイラスの主な登場作品と出演作であるガメラ対宇宙怪獣バイラスでの行動を振り返っていきます。ということで最後までよろしくお願いいたします。それではまずはバイラスの主な登場作品を振り返っていきましょう。バイラスが初登場したのは昭和ガメラシリーズの4作目ガメラ対宇宙怪獣バイラスです。 この映画前作のガメラ対ギャオスであった子供たちに向けた描写というのがさらに発展して完全に子供のために作られた作品ですよね言ってみればですねこの後に続くガメラシリーズの方向性をしっかりと定めた作品であると思いますそういうふうに考えてみますと子供向けの作風っていうところ以外にもですね 個性的な怪獣の造形であるとか、宇宙が絡むストーリーであるとか宇宙船内部のねこれまた個性的な描写などですね後の作品に見られる要素というのは大体この映画で出揃っているという感じがしますね。まあ、あとねこの作品から予算も減ってますし <laughs> 他はともかくねまさか予算問題がしかもあと3回も続くとは思わなかったでしょうね。嫌 <laughs> な伝統ですよね。<laughs> さてそんなこの作品ですけどもやはり観客でである子たたちに向けたシーンといいうのが楽しいですよね冒頭2人の男の子マサオくんとジムくんがですね潜水艇にいたずらをするシーンから始まって宇宙船の中を探検するというワクワク感さらに潜水艇で海の中を進んでガメラと出会う場面などですね子どもたちが楽しめそうな場面がぎっしりと詰め込まれています。 まあ冷静に考えるとねイタズラと称して潜水艇の配線をいじったことで直後に乗った大人たちが、ね、操縦不能に陥るのってね要は海難事故ですからねイタズラをした党の本人たちはですね知らずに乗った人がびっくりするでイカスーとかね <laughs> 気楽なこと言ってますけどその後操縦してたドビー博士ね十字を切って死を覚悟してますからね。<laughs> 博士と一緒にやってたボーイスカウトの隊長。まあ、本郷幸次郎さん演じる隊長もですね、全身というのは後ろに進むということですかとか、軽く錯乱しているようなね。<laughs> そんな危ない発言もしてますしね。まあまあ、そのあたりをね、ギャグっぽく描いているというのも、子供向け作品らしさといいますか、まあギャグ漫画っぽいノリ、そういう場面だというふうに思います。 また子ども向けではあっても決して子どもしというわけではなくてですねよくよく見るとバイラス星人の宇宙船の 中中やあるいはそののの宇宙船の中のモニターがですね六角形の委託で統一されているさらにその六角形を構成しているのは小さい三角形であるっていうこのあたりにですね六本足と三股に分かれた頭を持っているバイラスの文化的な背景が感じられるようなそんな深みのある設定というのも魅力だと思います。 また自分たちの命を厭わずにバイラス円盤を攻撃するよう訴える子どもたちの自己犠牲的な精神というのが描かれる道徳教育的なストーリー展開などですね他のガメラ作品にも言えることではありますが大人が本気でで子にに見せるるたため作作った作品であるということが伺えます。こういったね単に怪獣が大暴れするだけで終わらないという部分が当時から今までねガメラが人気であり続ける秘訣なのかもしれません。 さて、この作品で登場したバイラスが再び登場したのは昭和ガメラシリーズの8作目宇宙怪獣ガメラですまあねタイトルからわかる通りしれっと宇宙怪獣ポジションというのをバイラスからガメラが奪い取ってるんですけどね <laughs> でしかもね助けを求める声に応じて宇宙からやってくるっていうですねなんかキャプテンマーベルみたいなね <laughs> 登場の仕方をガメラがするんですよね,かたやね。バイラスの方は肩書きが水中怪獣と、 いう風になってるんですけど、これがまたね、妙に違和感がないんですよね。<laughs> まあね、見た目というか、その辺から薄々感じてたことではあるんですけど、やっぱりこいつイカなんじゃないかと。<laughs> あれ触手足頭の形こいつイカなんじゃないかと。<laughs> 宇宙怪獣ガメラっていう作品はねこれまでの昭和ガメラ作品の映像を再利用して作られた映画ですから映像自体はね対バイラスの時と同じものを使ってるはずなんですけど水中怪獣という肩書きを持ったバイラス妙に生き生きしてるような気がするんですよね。<laughs> 肩の荷が下りたっていうか <laughs> これが本当の僕ですみたいなね <laughs> で。まあ多分ね僕の先入観でそう見えてるだけなんですけどね。 まあ、ともかくこの宇宙怪獣・ガメラで他のガメラ怪獣と共に登場したバイラスなんですが、まあ、それ以外の作品ではですね対ジャイガーで映像流用の形で登場したりですとか映画のノベライズ本である「友達小さき勇者たち・ガメラ」では、G、バイラスといいう名前で登場していますそして2023年9月配信が開始された「ガメラリバース」にもバイラスはね登場してましたよね。 まあ長くなってしまうので感想を語った配信なんかもやったのでこの動画で長く感想を話すのは控えますけれどもデザインが一新されただけではなくてですね設定面でも平成ガメラシリーズを彷彿とさせる要素が追加されておりまして一層ね謎めいた存在となっていたという印象ですでねまたしても高いところから落とされるというね <laughs> しかも昭和の頃より多分高いところから落ちてるんですよね <laughs> またかよバイラスっていう <laughs> もはやねそういう定めなんじゃないかというね感じもしましたまあ、こんなところがバイラスの主な登場作品ですねでは続いてバイラスの初登場作品ガメラ対宇宙怪獣バイラスでのバイラスの行動を見ていきます説明の都合上ですね巨大化して怪獣化する以前まあ、つまりバイラス星人としての全体の動向というのも併せて紹介していきます まず映画冒頭ですね、バイラス星人が乗る円盤バイラス円盤が地球に接近するところから物語が始まりまりす。ここでね地球侵略の試みっていうのをやたら詳しく説明してくれる <laughs> 誰に向けて語ってるんだろうなみたいなねそんなバイラス星人でしたけれどもそこにガメラが現れるんですね。ガメラの攻撃に対してバイラス星人はバイラス円盤を変形させてガメラのジェット噴射の炎を消して対抗していきます。 ね、ガメラのジェット噴射の炎を消すのにしか使えなさそうな変形ですけどね <laughs> 他にいつ使うんだあの機能っていうね <laughs> ちょうどいい機能備えてるなとそういう幸運もあったんですけれどもガメラにはかなわずにバイラス円盤は爆発してしてままいますちなみにねストーリーとは直接関係はないんですけどもこの場面からですね映画のタイトルが出る一連の流れがめちゃくちゃかっこいいんですよね。 でさらにそこから取材家ガメラマーチ」が流れるというこの映画のつかみだって30代のおっさんである僕のテンションも上がってるんだから <laughs> 子供の場合もも言わずもがなですよねさて最初の円盤は撃墜されたバイラス星人ですがすぐさま2号機が地球に現れ地球征服の障害となるガメラを倒すことを目的に動き出します。 手始めにガメラにスーパーキャッチ光線という光線を発射し近くを潜水艇で探検していたジムくんとマサオくんもろともですねジムくんとマサオくんの2人はですねガメラがドームを手でねこうちょっとめくることで脱出できるんですけども手でめくれるんだっていうね <laughs>「それでいけるんだおお」みたいな <laughs>。 まあそんな物理的に干渉できるくらいしっかり質量もあるそんな程度の強度もあるドームを光線を当てるだけで目標の周囲に発生させるというのは逆に考えればものすごく高度な科学なのかもしれませんよね。さてバイラス星人は拘束したメメララのの記憶をを分析しガメラの弱点を見抜きますその弱点というのは人間の子供に対して異常なまでに行為を示すという点です。いやまあね そういう言い方されるとちょっとね。<laughs> 変な意味に聞こえると言いますか。これ、バイラス星人がそう言ってるだけですからね。<laughs> バイラス星人が劇中で勝手に異常なまでに行為を示してるって言ってるだけですから。<laughs> 至って普通のね、正常な行為だと思いますけどね。はい。まあ、ただ考えようによっては、例えば男の子を連れて二人だけで遊園地に行ったりとか。<laughs> 宇宙に行っちゃった子供たちに勝手についてきたりとかね、えーま、若干怪しい行動はしてますけど <laughs> いやでも変な意味じゃないですからね子供を思ってるだけですから健全な子供好きですからガメラはね。<laughs> さてそんなガメラの弱点をつくためにですねバイラス星人はマサオくんとジムくんを拉致しガメラを脅迫ガメラに脳波コントロール装置を取り付けるとガメラを操り日本各地を攻撃し始めます。 まずガメラが破壊したのは、奥武蔵ダムというですね、まあ、妙に黒部ダムに似たダムですね。<laughs> 奥武蔵ダムなんですけどね、<laughs> 妙に似てるんですよね、黒部ダムにね。また、この奥武蔵ダムですね、そのダムの外見だけではなくてですね、そこで働いている人の人相までそっくりなんですよね。<laughs> なんかダムそのものもね、なんだか、まだ予算がたくさんあるかのような壊れ方をしますし、 <laughs> どんな壊れ方なんだっていう <laughs> 話ですけどねおまけになんかバイララス星人に操らられてているるかかななののガメラの顔もねね若干イカつくなってるんですよ直、ね、<laughs> 前までもうちょっと優しそうな顔をしてるんだけどこのダムを壊す場面になるとなんか妙にいかつい顔になっているというええー、不思議ですよね <laughs> なんでなんだろうなちょっと僕にはわからないですけどね <laughs> ま続いてですねガメラは今度は東京に向かいまして。 さっきよりね、さらに悪そうな顔をしながら <laughs>、街を破壊していきます <laughs>。やっぱ東京にいる、ちょっと街にいるやんちゃな奴らとかに舐められないようにね <laughs>、ガメラの方も意識して顔をいかつくしてるところもあるような気がするんですが <laughs>。で、多分ね、この当時、正義の味方であるガメラがですね、東京を破壊するというのはですね、あまりにショッキングな映像なので、自主規制なんじゃないですかね。ここの映像っていうのはね、白黒になってますね <laughs>。 まあ,まあ後にね対ジャイアーの中でゾウの鼻から寄生虫がうねうね出てくる場面というのが出てくるんですがあそこもねあまりにスクリーンに映すのははばかられるというところで白黒の映像になっているっていうのは、まあ、有名な話だと思うんですけれども、まあ、つまりねこのガメラが東京を襲う場面というのはですねゾウの鼻から寄生虫が出てくるのと同じくらいグロいと <laughs> そういうことになるんですかね さて、ガメラが操られている頃にですね、バイラス星人に拉致されたマソウくとジム君はバイラス円盤の中で目を覚まします。バイラス円盤の中では頭の中で考えるだけでジュースやサンドイッチが出てくるという便利な機能があるんですが、この機能を使ってパラシュートや武器を出そうとした2人は怪しげな男たちに見つかってしまいます。 彼らはね一見普通の男性のように見えるんですが実は中にはバイラス星人が入っているつまり地球人の皮ををってて変装をしているわけですね。まあ、また一見普通の男性に見えるんですが一人やたらいい声の人がいるという「こ <laughs> れはただものじゃないぞ」というくらいのいい声をしている男の人が一人いるんですけれどもこの方のうちに大魔人を演じられるというねそういう縁のある方なんですけども。 まあこの怪しげな男たちはですね、円盤のものを取り出す機能テレパシー実現装置を使って円盤に危害を加えることはできないことまた円盤の中で自由に振る舞うことは差し支えないことをマサオくんとジムくんに告げますなんかこう割と優しいですよね。<laughs> ガメラシリーズのね別の宇宙人はね食料出して子供の脳みそ食おうとしてくれるのに <laughs> その恐ろしい宇宙人もいるのにね、こっちは行動自体は自由だし、食べたいものを何でも出してくれるしね。多分ね、映画の中では描かれてはないですけど、円盤に危害を加えないものであればね、例えばおもちゃとか、ゲーム機とかもね、出してくれるはずなんですよね。もう、最高ですよね。<laughs> 僕がね、バイラス円盤に拉致されたらね、まずビールとポテサラと唐揚げを頼んでですね、<laughs> 釜飯もね <laughs> だって待たずに出てくるんですから <laughs> 普通だったら30分ぐらい待ってくださいとか言われますけどねバイラス円盤だったら待たずに釜飯も出てくるっていう <laughs> それでね飲み食いしながらね映画の DVD とか見たりとかして <laughs> でなんか酔っ払って眠くなってきたら布団出してもらってねその辺でもう散らかしっぱなしで <laughs> そのままガースかガースか寝ちゃって <laughs> ここまでやったらねさすがにバイラス星人も切れるでしょうね <laughs> う散らかしっぱなしにしてるところにズカズカ入ってきてね <laughs> 自由に振る舞っていいとは言ったか。<laughs> こちらに迷惑をかけて良いと言ったわけではないみたいな <laughs> もうド性論で説教されてね <laughs> まあそう考えるとね拉致したのが子供でねバイラス星人も助かったのかもしれないですねさてその後マサオ君とジム君の二人は円満の中を探検するうちにですね檻の中に入っている生物を発見します 実はねこの生物こそが人の姿に変装していないバイラス星人本来の姿のままでいる彼らのボスなんですけどもにしてもですねなんでボス自らがねあんな狭い檻の中に入ってるんですかね <laughs> なんか比喩的に管理職ってこうだぜって <laughs> そういうことを言いたいのかよくわかんないですけど、まあ、もしかしたらね檻のように見えて本当は高度な円盤操縦装置であるとかですね 例えばなんか部下からの連絡を逐一確認できる通信装置みたいなものなのかもしれません。まあなんかこうね部下からの有給申請とか <laughs>、ね、会議の予定とかね、あのこの日からこの日まで出張ですみたいな <laughs>。こういうのをなんか一括で管理できる機械みたいなね。なんかサイボーズみたいな <laughs>。なんかそんな装置なのかもしれないですけどね。 さてその後抵抗したことで結局円盤内での自由な行動を禁止されて拘束されてしまったジム君とマサオ君ですがその間子供たちを盾に円盤への攻撃をさせなかったバイアス星人についに人類は降伏することを決断します。 国連が決定したこの幸福を周囲に伝えるのは自衛隊の司令官なんですけどもこの司令官を演じているのはガメラ対バルゴンで金に目がくらんだ悪党小野寺を演じた藤山浩二さんなんなですよね。対バルゴンの時はねギラギラとした欲深い男の役でしたから顔もねテっカてテカでしたけど <laughs> 今作はですね顔のテカりを抑えてね <laughs> 今作では貫禄のある司令官というのを演じていらっしゃいます。 これねもしこの自衛隊の司令官というのが小野寺がやっていたとしたらバイアス円盤の中に金目のものがあるって吹き込んであればね勝手に突撃して円盤墜落させそうですけどね対バルゴンの中でもねどこからともなくモーターボートを調達した男ですから <laughs> どこからともなくちっちゃい切なきくらいなら見つけてくるでしょうね。 さてこの人類降伏の決定を聞いたジムくんとマソオくんはいたずらで培った知恵を使って円盤内のコイルを逆に付け替えてガメラのコントロール装置とスーパーキャッチ光線を無効化し2人はバイラス円盤から脱出に成功します。コントロールから解放されたガメラはバイラス円盤を攻撃し一点ピンチに陥ったバイラス星人はボスによって変装用の人間の首を跳ねられ合体し巨大な怪獣バイラスとなります。 まあ、映画のタイトルになるような今作の悪役であるにもかかわらずですね怪獣ととしててガメララ戦うバイラスが登場すするののは映画のかかなななり後半になってからなんですよねもちろんねそれまでにガメラの登場シーンというのはたくさんありますし過去作のフィルムからね怪獣同士の対決シーンというのは結構出てきますので怪獣たちが登場する場面というのは全体として多いんですがちょっと意外な感じもあります。 映画のストーリー展開を考えるとですね、檻の中に入っていた生物がバイラス星人そのものだというのはですね、合体巨大化する直前に判明する流れになっているので、そういう意味ではね、ちょっとしたどんでん返し的要素として最後まで取っておいたのかもしれませんね。まあ当時のポスターに思いっきりバイラスの姿書いてあるんでね。<laughs> もうこれとっくに正体バレてるだろうと思うんですけどもね。 さて、こうしてガメラと戦闘を始めたバイラスですが最初にいきなり自分が乗っててていいた円盤を投げつけて攻撃していきます、まあ。バイラス円盤ってね丸い弾が円形につながった形をしているわけですけどもこの弾を一個一個ガメラに向かって飛ばしていくんですね。 まあ一見ね何でもないような攻撃に見えるんですけども、この時点でバイラス円盤というのはすべてガメラによって動作不能に陥っておりまして、バイラスが故郷の星に戻ることというのはできなくなっているんですよね。円盤を使った攻撃にはこの故郷に戻れなくなった悲しみや怒りがこもっているようにも感じます。 ですがこの攻撃を火炎噴射によって対応されたバイラスは今度は触手による格闘であるとかどうにかガメラを水中に引きずり込もうとするなどですねあの手この手で戦いを進めていきます一方ねガメラの方も岩をバイラスの頭に投げつけたりとかですね触手を掴んで地面に叩きつけるなどしてお互いに一歩も引かぬ攻防の末にですねいつの間にかガメラがジェットスキーを始めるという <laughs> あれって <laughs>。 あの、本当にいつの間にかジェットスキーのようなことをしているんですよね。なんかね、急に軽快なガメラマーチも流れてくるし、<laughs> なんか楽しい雰囲気になってきて、子供たちもね、いいぞ、ガメラなんて言ってるんですけど、まあ要はね、これ、逃げようとしているバイラスにガメラがしがみついているだけなんですよね。だからガメラもバイラスともね、結構必死になっている場面ではあるんですけど、なぜだかね、やたら楽しそうな雰囲気になってるんですよね。 でそうかと思うとバイラスの頭が浅瀬に突き刺さった瞬間に音楽が止まってガメラは砂浜にに投げ出されるんでですよねね本当にねジェットスキーで事故ったみたたいなな演出なんですよね <laughs> 子供たちもね「あっ!」っていう <laughs> なんか「やべえあいつやっちまったよ」みたいな世界衝撃映像的なノリなんですよね。<laughs> で事故ったガメラが砂浜に倒れているところにですねバイラスが飛び込んできてガメラのお腹にバイラスの頭が突き刺さるというね。 あのね、つい数秒前の楽しい雰囲気からの落差がすごすぎないかと <laughs> 直前までね「すごいとガカメラーとか、ね、楽しい歌を流してね子どもたち2人も笑顔でガネラに声援を送っていたのに <laughs> あんなに爽やかに海の上を活動していたのにですね <laughs> いきなり「事故からの5ア描写」っていうね <laughs>。 この、ね、ガメラのお腹にバイラスの頭が突き刺さるっていうのはガメラ対バイラスをね見たことない人でもなんとなく知ってるくらい衝撃的な場面ではあるんですけどこのシーンでね本当に異常なのはこのはこ落差が激しい流れなんですよねでしかもね映画本編見てない人だと、まあ、お腹にバイラスの頭が刺さって終わりっていうくらいに思っていることがまあ多いかと思うんですけどそうじゃないんですよね。抜き刺しすするんですよ <laughs> 3回抜き差しするんですよ <laughs> グサじゃないんですよねズボズボズボなんですよ <laughs> で、バイラスの頭がね、腹に刺さるたびにガメラがビクビク痙攣するっていうね <laughs> あのこの映画ね一応昭和ガメラス作品で本格的に子供向け路線に舵を切った作品なんですよ <laughs> 本当に子供向けだよなこれって <laughs> 僕映画見ながら一回ウィキペディア見直しましたからね <laughs> そんな子供に向けた作品でこんな描写ありなのかとね <laughs> 大丈夫なのかなと思いますけどねいやなんか分かんないですけどまあ多分きっと子供にいい影響を与える何かのメタファーなんでしょう <laughs> なんかねこうお腹に敵怪獣の頭が突き刺さってるっていうところからですねこういくつか連想をしたりとかねこうなんか 聖書ととかかから引用とか <laughs> したりしていろいろ考察を重ねていくと最終的には寝る前にちゃんと歯を磨けよみたいな <laughs>。そんなメッセージが込められてると思わないとでですすね、ね。急なな描写に頭が追いいつかないですから、ね、さてそんなねもう死んでもおかしくないくらいダメージを受けているガメラなんですがなんとねここからバイラスを腹に刺したまま遥か上空まで飛行し周囲の気温が下がったことでバイラスは 凍りついてしまうんですね。そして、まだね、まだバイラスがお腹に刺さったままで、ぐる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 回転を始めるんですよ。もう、もうね、どういう種類の無茶なんだというね。<laughs> これはそもそも攻撃なのかという。<laughs> めちゃくちゃ、これ、どっちが優勢なのか判断に困りますよね。<laughs> なんか、太った格闘家同士の寝技合戦ぐらいね。<laughs> どっっちが今優勢なんだっていうね <laughs> よく手元がお肉で見えませんけど <laughs> どちらが優勢なんだっていうそれぐらいねこうむちゃくちゃゃく判断に困る場面だと思います、まあ、ともかくこの後ですねバイアスは凍結したまま落下し海面に衝突砕け散ることで倒されてしまいました。 まあここまでがバイラスの劇中での行動なんですけれども総括としましてはですねバイラスは劇中では怪獣ではなく宇宙人として描写される時間が長くまた明確に指揮系統を持った組織的な描写というのも相まってですね宇宙からの侵略者という要素が強く打ち出されたキャラクターであると思います。 先ほど言ったように怪獣としての出番というのはかなり後半にはなっているんですがその分身体的な特徴を生かした派手な格闘描写という見せ場があり宇宙人としての描写は怪獣化してからの盛り上がりのためのためとも言えると思いますね。 まあ企画段階のね絵コンテ等の設定を除けばですね劇中ではガメラ怪獣にしては珍しく光線技などの遠距離攻撃手段を持たずに格闘のみを攻撃手段とするのは前半の侵略者とととしててのの知性的なイメージとのギャップがあって面白いと思い思ます。こうした知性ある侵略者としての側面と格闘を武器とするタフな怪獣としての側面この二面性がバイラスの魅力なのかもしれません。以上が ガメラ対宇宙怪獣バイラスにおけるバイラスの行動になります。ということで、今回は昭和ガメラシリーズにおけるバイラスのお話でございました。ぜひとも高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。ガメラ怪獣、ここが好き、高倉和也でございました。どうもありがとうございました。